ランディングページのファーストビューに入れるべきものですね。で、それ何かっていうと、キャッチコピーと写真と申し込みアイコンですね。で、これに関してはこちらの画像を見てほしいんですけど、青汁で検索をした時に出てきた広告です。で、これ見ていただくとわかるんですけど、キャッチコピーと、あと商品の写真、あと申し込みアイコン全部入ってますよね。まあ、こんな感じで作っていきますと。まあ、だから、もしこの動画を見た後に、あ、コンバージョン率でそれってあげんだみたいな、皆さんもし興味関心さらに湧いたら、そしたらネットでググってみるといいですよ。あと、これから、この動画を見た今日から、皆さんぜひ意識を変えてほしいんですけど、どういうふうに変えるかっていうと、広告をマーケター視点で見るんですね。そうすると世界がめちゃくちゃ楽しくなるので、僕常にやってるんですけど、ネットサーフィンするとき、YouTube 見るとき、いろんな広告出てくるじゃないですか。で、その広告出てきたときに、なんでこのサイトにこの広告出てきたんだろうとか、なんでここにこのバナーあったんだろうみたいな、この商品どれぐらい売れてんのかなみたいな。まあそういうのを常にこう、ちょっと意識するようにするんですね。常にもう 100% 意識してるとさすがに疲れちゃうと思うので、ちょっとでいいと思うんですけど、そのマーケター視点で広告を見ていくと、世の中にある全ての広告学びになるんですね。例えば渋谷のスクランブル交差点、もしくは銀座線とか、あと山手線とかあるじゃないですか。僕もうああいうのに乗るとき、まあほぼ日本帰んないで見ないんですけど、もう渋谷歩くときとかもめちゃくちゃもう勉強の方法ですもん。渋谷のなんかスクランブル交差点の広告とか、あと渋谷だとこうトラックが走っていてそこに広告載ってたりとか、あと地下鉄とかだと結構脱毛の広告あったりとか、あと地下鉄のその路線によっては結構広告少なかったりとか、あと地下鉄のどの車両にどういった広告があるとか、まあそのあたりまで僕は結構細かく実は見たりしてるんですね。で、ちょっと今話すごいずれちゃってるんですけど、このあたりの視点もあるとすごい人生楽しくなるし、勉強にもなるし、マーケターとしてのスキルもアップすると思います。だからすごいおすすめって話です。